こんにちは、メゾンブックガールの矢川葵です。今回はリアルサウンドさんの誰かに自慢したい自宅の〇〇ということで、私の自慢したいお部屋のスペースを紹介しようと思います。はい、こちらです。これは松田聖子さんのユートピアレコード版です。で、こっちが松田彩さんの好きなライブ DVD を2つ飾っています。で、こっちが工藤遥香さんの写真とアクリルスタンドたちです。で、これは、私が誕生日イベントの時に作ったアクリルスタンドを推しと一緒に並べて飾っています。で、こっちにはジャイフィギュアみたいなのとか、まあ、これもまた自分のスタンドなんですけど、一緒に飾って推しアイドルスペースとして一緒に置いてます。こんな感じです。以上、矢川葵でした。こんにちは、メゾンブックガールの井上由衣です。誰かに自慢したい自宅にある〇〇ということで、私が自慢したいのはじゃん、このお花です。芍薬のお花なんですけど、今海外ドラマのゴシップガールをシーズン1からもうずっと一気見してるんですね。それで、それに出てくる女の子が芍薬の花が好きな設定で、ちょいちょい大事なシーンとかに出てきてて、もうそれに感化されてお花屋さんで買いました。今シーズンなんですね、芍薬の6月ぐらいまでかな、シーズンで並んでたので買ったんですけど、あえてつぼみのものを選んで買ったところ、ちょっとだけ咲いてきてます。でもお店に満開のが並んでたんですけど、もうブワッてブワッて大きいのが咲いてて可愛かったんで、ちょっとそれになるまで見守っていきたいと思います。あと我が家花瓶がなくて、可愛い入れ物に入れてるだけなんで、素敵な花瓶も探しつつ楽しみたいと思います。以上、井上由衣でした。こんにちは、メゾンブックガールの和田凛です。私のお家にある皆さんに自慢したいものについて話していきたいと思います。私の自慢したいものはこちらの VR 機器です。これはこのゴーグルをかぶることによってバーチャル空間で遊べるっていうものなんですが、これを使ってバーチャル空間でお散歩をしたりとか、音楽に合わせてキューブが飛んできてそれを切るっていうリズムゲームとかで遊んでいます。他にもアプリによっては映画館みたいなワールドとかホームシアターとか、あとは宇宙みたいな真っ暗な空間の中に大画面だけが浮かんでいるっていう風にして、 YouTube などの動画を見れるっていう機能があるんですが、ライブ動画を見るのにもすごく向いてると思います。なので持ってる方とか興味がある方がいたら、ぜひメゾンブックガールの動画 YouTube などにアップされているので、それでおうち時間のお供に試してみてはいかがでしょうか。ということで、以上、メゾンブックガールの和田凛でした。こんにちは、メゾンブックガールの小庄司めぐみです。みんなに自慢したい自宅の〇〇ということで、今自宅なんですけど、私が紹介したいのはこれです。テントです。テントの中で寝たりしてるんですけど、このテントの中はぬいぐるみとかがいっぱいあります。いっぱいいます。あと欅坂の平手さんのクッション枕にしたりとかしてます。以上、庄司めぐみでした。あ、バイバイ。